はい、どうもジリです。ってことで動画撮影、本日イミシビルディスコードイベント開始日でございます。まあ、この動画が上がってる時にはもうとっくに終わっているイベントかなとは思うんですけど、現在開始日でランキング未参加という状況です。ここからね、サムネとタイトルにある通りオードライブ99回を使って順位がどのくらいになるのか、ね、検証していこうと思います。ってことでね、約1ヶ月くらい前に実装された新カラフルパス、こちらのプレシャスプランでオードライブ99回っていう風な特典がついてるんですよね。で、これをすることで、これを使うことによってね、どのくらいのランキングを取ることができるのか皆さん気になると思うんで、こちらね、やっていこうと思います。で、今回どういう風にやっていくかっていうところなんですけど、まずは1滝ですね。ライブブーストの消費量は1で99回回していきます。楽曲は初音天地開闢神話ですね。一応プロセカにおける一番長い楽曲で、オートライブにおける最高効率楽曲となっています。時間効率ではなくポイント効率ですね。時間効率で言うと現状エンビーで、その中間くらいだとロストエンファウンドあたりがいいらしいです。皆さんよかったら参考にしてみてください。はい、で、それ以外でですね、これだけで回すっていうのは実際現実的じゃないんですよね。まあ、普段やっているプレイヤーだったら、やっぱチャレラやったり、普通に自分でも火消ししつつ、オートも活用するって感じだと思うんで、私ジールの方もですね、チャレラは毎日ちゃんとやりますし、あと、プロセカの参加型配信っていうのをよくやってます。こちらですね、いつも3滝で叩いてるんですけど、こちらもね、いつも通りやって3滝でライボンを回復しながら叩いていくっていった感じであります。なんで、もう99回のオートだけのランキングというよりかは、普段やってるのにプラス99回を全部使うとどうなるのかっていった感じの検証です。そして一応比較用に、私ジールですね、いつも大体イベント最終順位が1万位後半から3万位くらいの順位になっております。多分ね、今画像の方で何個かイベントのランキング最終日のやつが載っていると思うんですけど、大体このくらいがジールの基本的なランキングの基準だと思っておいてください。はい、そして今回やるイベントは2号ということで、編成がね、ジールさん2号しなのでかなり強めとなっております。イベントボーナスは 290% で、スキルもね、比較的強いメンバーが揃っております。また途中でね、オハガチャとか無料ガチャ引くんで、もしかしたらそれで編成がさらに強化されている場合があるんでご了承ください。まあ、ってことで、この辺も加味して、基本的には2万位以上くらいがベースで、そっからどのくらいね、ランキング上がるかっていう風に考えてみてもらえると嬉しいです。ではね、早速初日ということで、まずはチャレンジライブの方からやっていきましょう。はい、ってことでチャレンジライブなんですけど、こちらですね、朝比奈真冬ちゃんをやるのが一番ジールさんポイント稼げるんですが、朝比奈真冬ちゃん EX ステージに行ってしまって、今別キャラやっているんで、まあ、東雲エナちゃんの方でね、やっていきます。若干ポイントは少ない感じになっているんですが、まあ、そこはご了承ください。チャレラに関しては楽曲ヒトリンボエンビーのエキスパートの方でね、やっていきます。だいたいスコアが今、199万なんですけど、まあ、197万から199万くらいで毎回取っているっていった感じです。またですね、真冬ちゃんの EX ステージについては別で動画撮ってますんで、よければそちらも見ていただけると嬉しいです。では、チャレラやっていきましょう。はい、ってことで、チャレラーはこんなもんですね。198万ポイント。まあ、大体このくらいのポイントで、取れていきます。イベントポイントがどのくらいもらえるかもちゃんと確認しておきましょう。チャレンジステージランクアップ、ありがとうございます。はいはいはい、ということで、こんな感じですね。そして、イベントポイントの方が、この後、はい、ということで、イベントポイントの方、こんな感じになっております。23,880 ポイントですね。では、あと、オートライブの方も回していきましょう。ブースト消費1ですね。こちらで1人でライブの、初音天地開闢神話のマスター、そして、回していくんですけど、ちょっとこちらごめんなさい。ちょっと使っちゃってます。ごめんなさい。86回ですね。初日から99回じゃなくて、これに関しては完全に今日この動画撮ることを忘れて、普通にいつも寝起きでオート回してるんですけど、それで回しちゃいました。ごめんなさい。ではね、とりあえずまあ一旦回していきましょう。はい、ってことで、オートとりあえず1回分回してきました。これでどのくらいポイントがもらえてるかですね、確認していきましょう。はい、ってことで、イベントのポイントが4080、バッジが408ということで、これをあとね、99回、まあ、今回は86回なんですけど、普段は99回繰り返していく感じになります。
全部回したやつについては、まあ、スクショだったり動画だったり日によって違うと思いますがね、この後じゃあそれをどんどん流していきます。はい、皆さんおはようございます。2日目の朝でございます。昨日ですね、オートライブ全て終わった状態の順位が22,879位で、現在ね、日付が変わって31,182位ということになっています。なんでね、こっからチャレンジライブの方をやって、プラスオート99回を回していこうと思います。はい、ってことで2日目オートライブ終わりました。順位確認していきましょう。ってことでこちらですね、はい、めっちゃ順位上がってます。13,618位ということで、ただしですね、これ2日目の17時48分に撮影しているんで、まあさすがにね、一晩超えたらかなり順位落ちているかなと思います。ではまた明日のジールへどうぞ。はい、ってことでイベント、4日目、5日目の朝12時でございます。ってことで現在ランキング順位が15,500位ですね。ではね、今日もチャレンジライブから始めてやっていきましょう。順位かなり高い、順位安定していますね。いや、これもうちょっと自分で叩くの頑張れば1万以内簡単に取れそうな感じがします。ではチャレラーやっていきましょう。では次の日へどうぞ。はい、ってことで、何日目かすでにもう分かんなくなってきてるんですけど、やらかしました。はい、今日ですね、ちょっと映画を朝から見に行っていたんですけど、朝20分寝坊したことによってこの動画を撮ることができなかったので、現在16時なんですけど、朝からこの16時までの間の、何時間分だ ?8 時間分ぐらいのライボが溢れてます。対戦ありがとうございました。ではね、今日もチャレンジやってオート回していきましょう。前回昨日の順位が12,313位。で、現在の順位が14,897位といった感じになってます。では回していきます。そして明日のジールへどうぞ。皆さんおはようございます。ってことでイベント、6日目からの朝っていうか昼でございます。昨日最終順位が11,905位ということで、参加型配信やってそこでちょっとライブを焚きながら叩いたんで、その分ねいつもより順位が上がっているっていった感じになってます。で、現在が12,757位ですね。では今日もチャレラからやって回していきましょう。ではではでは、また明日のジールへどうぞ。はい、どうも、7日目 ?8 日目の朝となります。ってことで、現在順位が12,386位ということで、順位ちょっとずつ上がってきておりますって言ったところなんですけど、普通に自分で叩きました。はい。配信とは別に、ちょっと夜中にブーストが12個ぐらいあったから、さすがにこれ放置はもったいないなってことで叩いたんで、その分多分上がってますね。じゃあ今日もチャレラからやっていきましょう。よろしくお願いします。ヒドリンボエンビーで。本日分終了。はい、日付更新しませんでした。日付が終わってから更新忘れてましたね、完全に。ではやっていきましょう。ではではまた明日のジールへどうぞ。おはようございます。ってことでイベント最終日ですね。現在12,419位となっております。今気づいたんですけど、バッジの数がやばいですね。33万めちゃめちゃ稼いでおります。ではね、今日もチャレラから始めていきましょう。よろしくお願いします。では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 、終わった後の話がまた別でついてると思います。そちらを見てください。どうぞ。はい、ってことでイベントお疲れ様でした。最終順位がこちらということで、12,781位ですね。毎日99回のオートライブ一滝をやった上で、プラスで、配信の方で合計で3時間か4時間分ぐらいかな、叩いて、あとは火消しを自分で6回くらいやりました。まあといった感じで、9割ぐらいのポイント、9割以上かなくらいのポイントはオートで稼いだといった感じになります。最終的にイベントポイントの方は383万ですね。稼ぐことができました。かなり稼いだんではないでしょうか。そして順位がこの順位なんですけど、今回ですね、イベントボーダーがめちゃめちゃ高かったです。多分今回のイベントじゃなくて、もう少しボーダーの低いイベントだったりすると、まあ通常の平均くらいかな、平均くらいのイベントボーダーだったら1万1000位くらいになったんじゃないかなというふうに思います。
またですね、オートで稼げるポイントから、ちょっと計算しまして、どのくらいの順位が取れるかなってやつだったんですけど、だいたい1滝で1万1000位から1万5000位くらいの間、で最大の10滝までやると、オートだけで1000位から2000位くらいのね、順位に落ち着く。まあ、2000位称号を取れるかなくらいの順位までいけることが今回判明しました。オートはマジで強いです。ということで、お金余裕のある方、課金のできる方は、ぜひともね、プレシャスプラン入ってやってみてください。オートライブ99回、1先で回した場合でも、合計で、1日の消費は1000クリスタルいかないくらい、900クリスタルぐらいなんで、合計、ま、8日間、9日間、10日間とかイベント日数はイベントによって変わるんですが、まあ、それでも合計のクリスタル消費数はまあ大体8000から1万くらいに収まると思うので、まあよかったらね、皆さんやってみてください。はい、ということで、まあ検証結果としては、まあ2万称号は取れるといった感じです。よければ皆さんもやってみてください。といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。